皆さん、こんにちはやー。さあ、ということでね、遊びに来ちゃいました。しかもね、これサプライズで来てるんでね、突撃していきたいなと思います。誰が今日店番してるかちょっと僕分かんないんですけど、行ってみたいなと思います。ででん、こんにちは。え、ちょっと皆さん、これ見えるかな。なんかね、何何何いや、大丈夫大丈夫なんか言ってない。カメラ止めて。いや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 、止めて。いやいやいや、怖い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 。誰、え、なんすか。いや、僕ミッキー、よろしくね。どういうことですか。え、これ何なんですか。どういうことですか。ん、あ、てかテリーさんはいないんだったら俺帰ります。テリー君、はい、テリーさんはここは東京ディズニーランド、リバインド渋谷店じゃないよ。え、なんすか。東京、東京ディズニーランド、ネクスト TDL。もうアウトじゃないですか、それ。安心して、千葉じゃないよ。ちゃんと、東京にある、東京、ディスティニーランド、DDL。ちょっとディスってるじゃないですか。うん、そんなことない。え、で、あの、テリーさんも、アル君も今日はいないってことですか。じゃ、東京ディスティニーランドにいるのは、この、マスコットの、ミッキードッグさん。怖っ。ちょっと、じゃあ、まあ、いないんだったらまた、日改めてきますね。じゃあ、お疲れでした。ちょっと、遊んでポイントを稼げば。ちょっと今ずれたの直したでしょ今。だいたいさ、そんな、これなんなの、このかぶってる、これネズミじゃないですか。渋谷だから。いや、意味わかんない、意味わかんない、意味わかんない。なんで渋谷、え、渋谷といえば中堅ハチ公。そう。いや、全然違うでしょ。ハチ公じゃないじゃん、狼でしょこれ。いいいい、シベリアンハスキー。いや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 、もっとさ、あったでしょ、秋田犬とかさ。なんだけど、あの、色味的に、こっちの方が、それっぽいかなって。あ、確かにね。え、でもさ、この、ハーフパンツとかも、履いてるじゃないですか。ちょっともうちょい後ろ下がってください、全身。いや、あの、外雪降ってますからね、今日。今日、雪降ってる中、この人。しかも、ロックなダンスを踊ってるじゃないですか。しかも、ちゃんと足元も、でもこれ、黄色なんだけど、黄色じゃないみたいな、なんかこの、絶妙なクロックスと。しかも、これもさ、デザインじゃなくて、これ貼ってるだけじゃないですか、これ。ガムテープ。あ、でも、ビッキーくんなんだね。そっか、怖いなぁ。ちょっとあのカメラにさ、ちょっと近づいていって顔めちゃめちゃ怖い。皆さん怖くないですか、この距離でこれいたらめちゃめちゃ怖いでしょ。何見てんだよ。これホラーだから、子供マジで見れないよこれ。子供見たらダメだこれ。で、何でしたっけ、ポイントがどうとかこうとかってさっき。そう、この東京ディズニーランドは、たくさんのアトラクションが。ちょっと喋るたびに口元直さないで、ちょっと。ここには、たくさんのアトラクションがあるんだ。アトラクション、ほう。うん、そこで、最低でも、3つ、アトラクションで、僕と遊んでほしいんだ。そこで、ゲットしたポイントを使って、帰れる。一緒に遊んでほしいって、そういう感じですかね、じゃあ。いや、どっちかというと、なんか、遊んで欲しい人が来てくれるって。
イメージだったんだよ。あ、そうだそうだ。あ、そういうことね。あのね、あ、そうかそうか。俺がね、あの、リッキーくんに会いに来たんだ。そうじゃないの？いや、違うけど、いや、違う。違うの？いや、違う。そう、いや、そんなことない。俺は、そう。東京、ディスニーランド、TDL に、そう、来ました。どんなアトラクションがあるんですか？名前だけでも教えてよ。一つだけだよ。うん。まずは。うん。兄さんのハニーハット。アウトじゃないのそれ。でも、いろんな意味でアウトじゃないの。だって、代表でしょ、書くの。大丈夫なの。自分で失笑しちゃってるじゃん。震えてる震えてる震えてる。まあ、戦うのはそれじゃないかもしれないけど、まあ、そういうのがあるよと。今まで脱出できた人とかいるんですか？よいしょ。怖え。でも、はい、一つだけおポイントが足りなくても入る方法があるよ。え、なになになに？それは、リッキーのお願いを一つだけ聞いてくれればいいんだ。おー。あ、でもあの、アトラクションやる前にそれはもうダメですよ。いや、今言おうと思っちゃった。今、じゃあ、ちょっともうすぐ帰りたいから、ちょっともう早くお願い言ってくださいって。アトラクションだって乗る前に、だってそっちで帰れるんでしょ？いや、やんないとダメです。いや、だってここまでやって企画倒れで帰りますって言われて。あ、リッキーでしょ、リッキー、リッキー。はい。いや、僕、リッキー、よろしくね。ということでね、謎のアトラクションに僕が挑戦する、チャレンジするっていう感じですかね、これたちは。うん。でも、アトラクションのコーナーも入れちゃうと、うん、情報が多すぎる。うん優しい視聴者思いリッキーなるほどね。え、じゃあ実際そのアトラクションは続く続く